私の娘だよ。チョコボのレーサーなんだけど、レース中にチョコボから落ちてね、それからすっかりやる気をなくして練習から逃げるようになったんだ。あんたたちチョコボの経験は？まあまああるよ。そうかい。じゃあうちの訓練場を使っておくれよ。せっかく新しく作ったんだけど、これじゃあ宝の持ち腐れだ。誰かが使ってくれたら私の気も少しは収まるってもんだ。ふーん、輪くぐりなんてしたことあるかい？チョコボでふわりと飛んで輪をくぐるんだ。こんなことができる訓練場はあまりないと思うね。わあ、何それ楽しそう。クラウドもやりたいでしょ。他のみんなに自慢できるし。いいだろ。じゃあまずはソラチョコボの捕獲からだね。その辺にアポニってチョコボがいるはずだよ。訓練場へはアポニに乗っていきな。入り組んだ谷もアポニに任せておけば迷わず抜けられるよ。Thank you.
よろしくな、アポニんじゃ、訓練場まで。ユフィ、チョコボは酔わないのか。そう、酔わないの。なるほど。シンナの乗り物と何が違うんだろうな。ちゃんと研究すれば乗り物酔いの謎が解明されるのに。シンナには期待できない。そうだね。ジシカの気持ちは分かってるんだ。姉妹みたいに育ったアポニーに振り落とされたんだもの。ショックだろうよ。調べたところ、共和国時代のクラフトチップが埋まっている場所が分かりました。風化した古い船が目印です。その周辺を探してみてください。珍しい光景なのですぐに見つかると思います。Thank you.
気をつけた方が良さそう。スキア城の気象種を確認しました。これよりガイドを開始します。金色に輝く羽毛を持つキキキア城の気象種は力づくでいけよ。もやってたんだから才能があるって言うなら他の訓練場もクリアしてみせなさいよ。受けてやろうじゃんその挑戦。ねえシシカ、本当はアポニに乗りたいんでしょ？それなら、うん、乗らない。アポニとは小さい頃からずっと一緒だった。私も乗り方をよく知ってるから事故なんか一度もなかったのに。私のことはほっといて。私が遊ばせてもらおうっと。
なとこかな。なんならもーっとうまくやれたけどね。力ずくで言うこと聞かせようとしてもダメ。飛ぶ前にアポニと約束するの。二人で絶対あそこに行くよって。じゃあお手本見せてよ。自分でアポニに乗ってそ。意地悪。もういい、帰る。あっちゃ、逆効果だったよ。追いかけよ。どうして追ってくるの？私はもうアポニには乗れないんだから。アポニ、私もうダメなの。ダメじゃない。見てて、私がすっごいジャンプ決めてアポには最高って証明するから。全部この子のおかげ。アポニ最高じゃない？そんなの知ってる。何かあるなら話してみろ。あの日、私今日は楽勝だなって油断してた。それでレース中に賞金の使い道なんか考えちゃって、そのせいでコーナーの入り口でアポニと呼吸が合わなくてバランスを崩して落ちちゃったの。アポニがかばってくれて、そのせいでアポニも怪我しちゃって、また同じことが起こったらって思ったら怖くてもう乗れないよ。何でも屋のクラウドさん、通訳お願い。あれは最悪の事故だった。でもあの事故を教訓にすればいいではないか。
二度と同じ過ちを犯さないように。お互い気をつけよう。早く怪我を治して一緒に走ろう。だってアポニうん、私治療を頑張るから、その間アポニを貸してあげる。いいの？私が乗れない間アポニまで休ませるわけにはいかないもの。信頼できるレーサーに鍛えてもらいたいの。お母さんごめんね。私また頑張る。その言葉待ってたよ。怪我が治ったら私と勝負だよ。シッシッシッ、受けて立つ。姿を消して獲物に近づき捕食します。このステルス能力に注目し、進化の研究を続けているようです。また、勝利の姿を消すだけでなく、皆さん、ファイト！
のようだ。集中してこう。調子に乗るな。邪悪なドラゴンが目を覚ましたようです。赤い大地を血で上塗りされてしまう前に討伐してしまいましょう。よっしゃ、一丁暴れてくか。キャッパワイヤーの気象値を確認しました。これよりガイドを開始します。視力と聴力を持たぬキャッパワイヤは振動によって外敵を感知し、自由自在に動く鶴を用いて集中攻撃を仕掛けてきます。しなやかさと強靭さを兼ね備えるキャッパワイヤの鶴は古くから攻撃機などで活用されてきました。特に希少種の鶴は耐火性に優れ、もし火事で家をなくしたとしてもキャッパワイヤの鶴は残るといいます。希少種の鶴はさらなる可能性を探るため、ぜひとも討伐調査をお願いします。私の飛んでくるのかな。ちょっと
終わらせる。叩き返す。新しいコンバットコースを作りましたので、そちらもよろしくお願いしますね。あれ、無視された？